が披露する作品は義経と弁慶の出会いから生涯の絆を描いた作品です。最後まで若気あきの世界観をお楽しみくださいということでございます。さあそれでは踊っていただきましょう。若気あきでございます。どうぞ。会場の皆さん、こんにちは。埼玉県の朝霞市から参りました若木明と申します。皆様に笑顔と感動を届けられるよう精一杯演舞いたしますので、ご声援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。2024若木明構え。日を経て一年卓上、大義を解く一筋の道、技を磨き心を磨き長く険しき道なれ。
顔に